手でありました。
その相手に勝った私はこのリーグの大会は残念でしたけれども、最後勝ってシーズン終わったこの勝利の意味合いはどうでしょうか。まあ、来年から WB リーグが始まりますし、それに向けていいスタートが切れたんじゃないかなと思います。本当におめでとうございました。ありがとうございます。本当に清水選手でした。さあ続きまして、今日見事な2ゴールです。小林選手です。おめでとうございます。大事な試合で2点取って勝利に伝えました。まず戦いはいかがですか。いや、とりあえず安心してます。厳しい試合でしたか。そうですね。やっぱ、3点目、追いつかれた時は、一番ミスがなかったので、厳しいかなっていうのは思ったんですけど、その追いつかれた直後の勝ち越しゴールでしたけれども、スルーパス右ハンドでしたね。どう見てられたんですか。そうです。まだ最初の自身の最初の時ですね。たまたま左サイドにいて、でまあ変身逆を見せたんで、そういう思い切らしてリスクからいいボールが来たんで、まああの時はこうダイレクトかコントロールするかっていうのはちょっと考えたんですけど、まあ、それぐらいの時間があって冷静にいったかなと思います。それで勝ち越しはしましたが、また追いつかれて直後にさらにゴールを挙げましたけれども、マイナスのクラスに反応しましたけど、あそこはどうだったんでしょうか。大会通算で6ゴールチームで1番点を取りました。優勝に貢献したと思いますが、振り返っていかがですか。まあ、今回は正直、調子のいい時、悪い時っていうのが初めて知らなかったと思うんですけど、最後こうやってチームに貢献できたのは良かったと思います。本当におめでとうございました。ありがとうございました。優勝しました、テレーさんの引き続き表彰式を行います。準備が整うまでお待ちください。
全日本女子サッカー選手権大会表彰式を行います。はじめに準優勝チームの表彰です。皇后杯 JFA 第42回全日本女子サッカー選手権大会準優勝は浦和レッズレディースです。続きまして優勝チームの表彰です。皇后杯 JFA 第42回全日本女子サッカー選手権大会優勝は日テレ東京ヴェルディベレーザです。京都府知事